こんばんは、ドンピザ娘です。今回ですね、600万ダウンロード突破記念ログインキャンペーン第2弾というところでね、ガチャチケットが配布されております。そしてそれがね、今回10枚貯まりましたんで、10連ガチャね、回していきたいと思います。で、そのガチャなんですけども、こっちです。こちらですね。まあ、開催期間が、まあ、3月24日の朝4時59分までとなっております。で、今日ですね、今これ撮ってる時が3月20日ですね。今夜に撮ってるんですけども、まあ今日時点で、まあ、10枚貯まったので、まあ、残り3日分ぐらいはね、余力あると思いますんで、まあ1回、2回忘れた方ですね、まあ諦めずにね、これからね、全部ログインすればなんとか間に合うような日程感になっております。はい。逆にまあ今のところね、2、3枚しかない人はもう、多分足りないんで、ね、気楽にやっていきましょう。はい。そして、このガチャですね、まあ、かなりのキャラ入ってるんですね。まあ、この、今年のね、1月に出たばっかのね、このインさんとか、これ今年かな？去年？ん？今年よね。うん、今年のフェスだな。1月のフェスですね。出たインさんとか、まあ、水着のネオっていうんです。これ10月ぐらいだったかな。22年の。そして、テッラですよね。まあ、かなりバラエティ豊かな。ここに持ってくるキャラ絶対違ったやろうと思うんですけどね。はい。それは置いといて。まあ、排出されるね、ガチャ。え？ガチャキャラですね。まあ、ここに、ね、バトル、アシスト、限定のね、バトル、アシストって書いてあって、最後にね、プレミアムガチャ、未実装のやつですね、書いてあります。で、まあ、ここ上からダーって下がっていくと、まあね、エンデミオンとかのね、復刻、ね、シャットアウラとか入っていたりとか、で、最新はですね、今年の23年1月の、まあ、インさんとかね、まあ、あとは12月に出た、まあ、逸話とか、ね、この辺が入っております。はい。なんでまあ2月のね、バレンタインとか、あとはフェスキャラですね、あとコラボキャラっていうところは入ってないんですね。中身確認しましたけど。うん。で、プレミアムキャラね、実装前ですね。こちら4体いまして、まあ、ショコの門番、ウイハル、飾り、8人目の可能性、滝壺リコですね。そして、で、忍者の末裔、服部半蔵、クルワーというところで、でこの4体が、入っておるというところですね。はい。で、ここね、確率いっつも見ていきたいんですけど、これ、ね、ブルスタが落ちちゃったんで、何回かやったんですけど、各自ね、確認していただければと思います。多分そんな高くないと思うんだけどな。はい。で、これね、なんだっけな、今回、アンジェリーネとかね、活躍してたんで、まあ、こういうところね、持ってない人、なんか、何名かいらっしゃると思いますんで、こういうの当たるといいですね、っていうところですかね。はい。あと、このね、イッツーさんとかもいるんでね、うん。レイド頑張りたい人とかのところに当たってくれると嬉しいな。はい。そんなとこですかね。それでは引いていきましょう。ちょっと確率確認できないのはね、すごく残念なんですけども、まあ、ね、ただでもらえるものなんで、あまり過度な期待はせず、なんか未所持当たればラッキーぐらいの、ね、感覚で、軽い気持ちで、ね、引いていきましょう。それではいきます。まあ、3が当たりゃいいんじゃねえのっていう。さっき青かけらもね、結構足りんしね。おお、金3枚きましたね。すぐ開けていきましょう。いやー、銀でね、1個1枚ぐらい引きたい。惜しい。あれ？ちょっと見せ場が。
ああ、やっぱそんな感じ？これ何パーぐらいあったんだろうな。ちゃんと見ときゃよかったな。それであと3枚ね。諦めず引いていきましょう。来たルチアか。くそー、期待したな、ちょっと。いや、まあまあまあ、星3当たるだけで十分やと思いますんで。いや、もうこれ勝ちでしょうね。はい。いや、よく言うと美少女欲しいな。欲しいな。あー、出ない。最後ね、開けていきましょう。はい、というところでね、まあこんな感じですね。まあほぼほぼ、まあアシスト6体、バトル5体。そしてバトル5、4体のうち、まあ星に1体か。まあ青かけらがまあ結構増えたんで、まあよしとしましょうというところでね、今回はね、動画以上にしたいと思います。まあここでね、結構ね、新規キャラ、そしてお目当ての限定キャラ引ける人はかなり少ないかと思いますが、まあね、これも、なんだろうな、まあ無料で回せるガチャ、そしてまあログイン頑張った方がね、回せるガチャというところで、まあ、ね、まあ所詮無料なんでね、過度な期待はせずね、出なくて、で、ツイッターで誰か、ね、神引きしてる人とか見ても、ひがまないようにね、はい、お願いいたします。というところでね、今回の動画は以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。